ウラルト・アッシリア戦争は、ウラルト王国とシン・アッシリア帝国の間の紛争。戦争は、紀元前714年頃、アッシリア王のサルゴン2世がウラルトに侵攻して、始まった。サルゴンは、複数の攻勢を指揮して、ウラルトの領土の奥深くまで攻め込み、多くの勝利を挙げた。サルゴンの死後、ウラルトをアルギシティ2世と、ルサ2世は、多くの反撃を成功させて、 ウラルトの失われた領土を取り戻すとともに、アッシリア領の一部を占領した。しかし、その後継のウラルト王は何度も大きな敗北を起し、その結果、ウラルトはアッシリアの従属国になった。鉄器時代のウラルト王国は、紀元前9世紀半ばから台頭してきた。この新興国は1世紀足らずのうちに、現在アルメニア高原として知られている地域の大部分を征服した。 しかしその結果、アッシリア王ディグラとピレセル3世は、ウラルト王国の台頭を、自国の安全保障に対する重大な懸念と、みなすようになった。アッシリアの指導層は、若い王国と直接対決してこの脅威を除かねば、ならないと考えた。前7 1 5年、前7 1 3年のウラルトの、地図。キンメリア人の前7 1 5年の信仰、及び、 サルゴン2世の全714年の遠征ルートを描いている。全715年、ウラルトは多数の敵によって極めて弱体化していた。まず、ウラルトを売る最一世のキンメリア人に対する遠征では敗れ、最高司令官が捕虜となり、王は戦場から逃亡するという惨憺たる結果に終わった。キンメリア人はこの勝利に加えてウラルトを攻撃し、 王国の奥深く、南東のオルミイエコまで侵入した。同年、オルミイエコの周囲に居住し、ウラルトに親族していた万内人がウラルトから離反し、反乱を起こしたため、それを鎮圧する必要もあった。サルゴン2世はおそらく、ルサ1世が、キンメリア人に敗北したという知らせを受けて、ウラルトが弱体化したことを感じ取った。ルサ1世は、 サルゴン2世がウラルトに侵攻しようとしているであろうことに気づいており、おそらく万内人に対する勝利の後、軍の大半をオリューミーイエコ付近に残していた。これはこの湖がアッシリアの国境に近かったためである。ウラルトは以前にアッシリアの脅威を受けていたため、南の国境は無防備な状態ではなかった。アッシリアからウラルトの中核地帯への最短ルートは、 タウルス山脈のける愛心の道を通るものであった。ゼンムラルツで最も重要な土地の一つである聖地、ムサシルはこのルートのすぐに西に位置しており、広範囲の防衛体制が必要であった。この防衛体制は要塞線からなっており、サルゴン2世に対する攻撃の準備中、ルサス世はゲルデソラフと呼ばれる新たな要塞の建設を命じた。ゲルデソラフは小さかったが、 9581メートルの大きさを持ち、戦略上重要な周囲の地形から55メートル高い丘に配置され、2.5メートルの厚さを持つ、分厚い上壁と防御用の塔が備えられていた。ゲルデソラフの弱点の一つは、未だ建設作業が完了しておらず、前7 1 4年の7月半ば頃に建設が始まったばかりであったことである。単、アイバーの峠にある、 サルゴン2世の碑文、愛現在のイラン、ハウラーマーンのタンギバール村にある。サルゴン2世は、前7 1 4年に、ウラルトを攻撃するためカルフを出発した。1 9 0トル離れたケルアイシンの峠に、到達するには少なくとも10日必要であった。この峠はウラルトに入るための最も早い、道であったが、サルゴン2世はこの道を選ばず、軍を、 大ザブ川と小ザブ川を3日にわたって進み退散のクラー山で停止した後、ケルマアンシャーを経由して、遠回りのルートでウラルトを攻撃することを決定した。この理由はおそらく、ウラルトの要塞線を恐れたのではなく、ウラルトがアッシリア軍は、ケルアイシン峠を通って攻撃してくると、見込んでいたことをサルゴンが知っていたためである。さらに、アッシリア軍は、主として、 低地地帯で戦ってきており、山岳戦の経験はなかった。サルゴン2世はこの山の峠からの侵入を避けることで、ウラルト側の経験が豊富な地形での戦闘を回避した。サルゴン2世の決断はコストを要するものであった。遠回りのルートは、軍全体が複数の山を越えなければならず、長大な距離と合わさって最短距離を行くよりも遠征を長期のものとした。 この山道が雪で閉ざされない10月前までに作戦を完了する必要があったが、時間が足りなかったため、サルゴン2世はウラルト及びその首都トゥシッパを完全に征服する計画を放棄することを余儀なくされた。サルゴン2世は、オルミーエコそばのギルザヌの地に到着すると、軍営を置き次ぎの行動を検討し始めた。サルゴン2世がゲルデソラフを迂回したということは、ウラルト側にとっては、 もともとあった防衛計画を放棄し、オルウミーイエコの西と南に新たな要塞を速やかに再編成し建設しなければならないことを意味した。この時点でアッシリア軍は困難で不慣れな地形を通って行軍してきており、最近征服したばかりのメディアから補給と水を供給されてはいたが疲労困憊していた。サルゴン2世自身の記録には、 兵士たちの士気は衰え反抗的となり、要は彼らの疲労を癒すことはできず、彼らの喉の渇きを潤す水はなかったとある。ルサ一世が軍を引き連れて、防衛のために到着すると、サルゴン二世の兵士たちは、戦うことを拒否した。サルゴン二世は降伏も退却もしないことを決定し、自分の身辺警護の兵士たちを呼び、彼らに、ルサ一世の軍のうち最も近い位置にいる部隊への、 ほとんど自殺的と言うべき攻撃を行わせた。この攻撃を受けたウラルト軍の部隊は逃走し、アッシリア軍はサルゴン2世の個人的指導力に感銘を受け、突進しようの後を追って戦った。ウラルト軍は撃破され退却し、アッシリア軍は彼らを西向きに、オリミイエコを遥かに超えて追撃した。ルサ1世は首都を防衛せずに山岳地帯に逃走した。 すでに敵に勝利したことと、これ以上ルサン一世を追って山中に入ったりウラルトの奥地へ進軍した場合には、自軍の兵士が反乱しかねないことを恐れ、サルゴン二世はアッシリアに撤退することを決断した。この基礎においてアッシリア軍はゲルデソラーフを破壊し、さらに武蔵印を占領し略奪した。この聖なる都市の略奪を行った公的な理由は、その支配者、ウルザナが、 アッシリア軍を裏切ったことであったが、真の理由はおそらく経済的なものであった。ムサシルの大宮殿、ハルディ神殿は、前3000年期から崇拝を集めており、何世紀にもわたって、奉納や寄付を受けていた。サルゴン2世はこの神殿の略奪とムサシルの宮殿の略奪の結果、その他の財宝の中からおよそ10トンの銀と1トン以上の金を確保した。 サルゴン2世の碑文によれば、ウラルトウオールサ一世はこのムサシルにおける略奪の法を受けると自殺した。紀元前706年にサルゴン王が亡くなった後、ルサ王の後継者であるアルギシティ2世が大規模な反撃を開始した。彼の軍隊はアッシリア人を追い、戦前の国境を越えてイラン北西部のアッシリア植民地の奥深くまで進撃して、 ウルミエコ周辺の主要な町や都市であるムサシル、ウシュヌ、テッペなどを征服した。アルギシュティ2世の地世初期にウラルトが勝利した後、その地世の残りの機関と後継者であるルサ2世の統治機関全体を通じて、ウラルトは長い平和と経済的繁栄による黄金時代を謳歌した。この頃、アナトリア周辺で活発に活動していた。 キンメリア人とウラルトは同盟していたようである。ルサセ世の統治機関は、キンメリア人は、バンコ周辺地域にあり、その連携について、アッシリア王エサルハドンが、紀元前678年頃に懸念を抱いていた。その末期、紀元前610年から紀元前585年のウラルトとその、周辺諸国との国境。しかし、ルサセ世より、 後代の王は必ずしも成功できなかった。最終的にウラルトはアッシリアの従属国になり、この強力な帝国の北の国境の干渉国として利用された。どちらの国も戦後長くは続かなかった。アッシリアは紀元前627年以降、一連の激しい内戦に陥り攻撃にさらされた。アッシリアの首都ニネベは紀元前612年に かつての敵対民族であるバビロニア、カルデア、メディア王国、ペルシア人、スキタイ人、キンメリア人の連合軍によって略奪、破壊され、アッシリアーついに紀元前609年までには滅亡した。その後、メディアとスキタイはウラルトに目を向けて、紀元前590年にこれを滅ぼした。ありがとうございます。